朝鮮半島情勢が緊迫する中、原子力発電所にテロリストが侵入した想定で制圧訓練が行われ、警察庁の安藤長官が視察しました。訓練は拳銃などで武装した外国人のテロリスト3人が車で石川県の志賀原発に侵入した想定で行われました。激しい雨の中、愛知県警の対テロ特殊部隊 SAT と石川県警の銃器対策部隊の25人がヘリコプターや装甲車を投入してテロリストを制圧しました。視察した警察庁の安藤高春長官は、北朝鮮の動向に十分注視し、突発的な事案への対応力を高める必要があるなどと話しました。